次はですね、実感を伴って理解に導く7つの要素。まあそういうことをですね、理科の屈折の学びで一緒に考えていきたいと思います。7つの要素ってどういうものがあるか、まず2つ紹介しますね。その1つはですね、命題です。これはね、ある言葉を、まあ屈折という勉強、言葉、その言葉、概念ですね、を勉強する際ですね、簡単な文でですね、その意味をやっぱり理解しておくことが大事ですね。まあ、小学校でしたら、光が空気中から水の中に入るとき、まっすぐ進んで入るとき、その境目で進路を変える。まあ、高等学校では光が異なる媒質を通るとき、進路を変える。二つ目はですね、光の屈折の公式ですね。屈折率というのは、サイン入射角割るサイン屈折角。これはね、まあ小学校でも、例えば長方形の面積とはどういうものですか？縦と横。ね。長方形のですね、面積の縦かける横、すぐ頭に浮かびますよね。公式が。そうするとね、面積がね、理解が早くなるんですね。なので、7つの要素の2つは、命題と公式。で、3つ目はですね、公式を知ってるだけではダメで、それを計算をしてですね、公式を使って計算を解く。計算技能ですね。そして4つ目はですね、実験観察をいろいろする。その時のですね、スキル、実験技能もですね、まあ、この光に関する実験をいろいろして、その時の技能をですね、身につけることが実感を伴った理解の要素になるわけですね。はい。まあ、早口で4つを言いました。では、5つ目は、実験観察などの体験。まあ、エピソードを増やすということです。体験を増やす。まあ、光に関する、こういうものを見るね。水道の蛇口が浮いて水が流れているように見える。これはどうしてなのかな？こういう実験動画を見てみる。これはですね、消臭ビーズですね。車の中に入れるには透明な。これをですね、皿に入れて、それ水を上からかぶせますと、なくなるんですね。でも溶けてるわけじゃない。水をどけるとまた元に戻るんです。つまりね、水の中に入ったら目立たくな、なくなるわけですね。消えるわけです、粒が。これもね、光の、まあ、屈折の実験ですね。次はですね、光を当てるとですね、なぜか一番遠くのここにですね、赤い光が集まる。ね、光が、他の色じゃなくて赤の方が集まってくる。これはどうしてかということですね。これちょっと角度が悪くなってますが、ギリギリですね、10円玉を皿に入れて、このギリギリ見えるようにします。で、水を入れますとよく見えるようになるんですね。なぜか。これはね、例えばプールでですね、
プルサイドに足だけつけて座ってるとします。で、足を見ると、ね、足がですね、上に曲がってるように見えるんですね。同じですね、光の屈折のによってですね、見えにくい10円玉がですね、水を入れたらよく見えるようになる。CD で虹を作る。例えばこの CDR のこのプレートありますね、丸い。で、こうちょっと紙、カッターでこう切ってですね、ちょっと表面だけで剥がれる。これ違う、ベタッとついてる場合もあるんですよね。剥がれやすいのとありますね。剥がれやすいのです。やるとさっと剥がれます。その時セロテープを貼ってですね、ピッとこうセロテープ貼って剥がすと剥がれますね。剥がれたら透明になるんですけども、透明になった光を当てますと、こんな風にですね、虹が見えるんですね、光を当てると。つまりね、屈折によってですね、屈折率が違うんでね、いろんな色が出てくるわけです。まあこんな風にですね、いろんな実験をして、屈折について体験をするわけですね。で、次はイメージですね。共同学習言われてます。これ共同学習というのはですね、自分の言葉で他人が分かるように説明できるようになることなんですよ。例えば、光の速さは自然界の全てのものの中で最も速く、1秒間に30万キロメートル行くというわけですね。まあ、1秒間ですね、地球を7周半進むぐらいのスピードですよ。でもこれはですね、真空中の話で、まあ空気中ではちょっとスピードが遅くなる。そして水の中ではさらに遅くなります。4分の3ぐらいになる。ガラスの中では3分の2ですね。水の中で4分の3、75%。ガラスの中では 66%。それがスピードが遅くなるんですね。だから屈折が起こる。もう一つ説得力がないですね。いろんな例え話をしてみんなに分かるように説明する。例えばですね、先ほどの真空中を運動場に例えますね。真空中は光を速く進むので、まあ、人間が走りやすい運動場のようなもの。で、水の中に入りますと、光のスピードが落ちるわけですね。空気中と水比べても一緒ですね。空気中の方が速い。だから運動場は空気中の光のスピード。砂場は、水の中のスピードとします。ね、遅くなるんです。光が。そして二人でですね、マスゲームでですね、棒を持ってですね、男の子と女の子の棒を持ってこう走るわけ。横にね、この砂場に。こう走ってきたら、ここでですね、この時に、ね、女の子の方の方は先砂場に入ります。男の子はまだ運動場があるんです。そうすると、砂場に入って女の子は走りにくくなります。男の子はまだ運動場があるから早く走ります。そうすると、二人の間の、進む距離が変わりますよね。砂場の方はちょっとしか進まない。そこでちょっと曲がりますよね、ここでね。で、両方とも砂場に入ると両方とも走りにくいので同じ感じでいきます。まあ、こんな感じで、運動場側、ね、人間が走りやすい場所、砂場、人間が走りにくい場所、こういうふうに行ったときに、その境目で曲がってしまう。光も同じように、光が速く進む空気中から、光が遅くなる砂場には、同じように曲がってしまう。まあ、こういう例え話で、説明する。そういうみんなに納得してもらう、そういう力もですね、実感を伴って理解を助けるんですね。はい、ここまで来ました。1、命題。2、公式。3、公式ですね。3、計算技能。4、実験技能。体験、実験観察の体験、エピソード。例えて説明できる。みんなに分かってもらうように説明する。イメージ。例えて説明、イメージですね。で、7番目、メタ認知、自己評価能力、これについて説明していく。
さて、そこでですね、これ昔、頭の体操という本、ベストセラーだったんですが、その最後の問題だったんですね。これ、メタ認知能力を試すような問題ですよ。公園である人が寝ていて、これ良くないことですが、朝目が覚めると、留置場へ入れられていました。看守が留置場から出られる状況を言いました。まあ、こんな塩梅です。こう留置場であなた入れられてる。そして他の人もこう入れられてるんですね。でね、ここにね、窓ガラスがあるんですよ。声はお互い一つできないんですけどね。姿は見えるわけです。で、看守は言いました。さて、あなたに、左の A と右の B、両方とも白い帽子をかぶっていれば、あなたは出られます。もう一つは何らかの理由で、方法で、自分の帽子が何のか分かれば、正しければ出られます。と言われた。で、この条件はですね、A も同じ、B も同じです。言っております。ということで、部屋に戻ってですね、二人見た。A も B も白い帽子だったと言われるという、どっちも黒じゃないか。どう考えたらいいのかな。で、長い時間ですね、A も出ない、B も出ない、あなたも出ない。誰も出ようとしない。考え込んでしまいます。誰も出ない。もう本当思考停止ですね。